どうも、豆チャンネルの豆ちげです。本日もご視聴ありがとうございます。本日の動画なんですけども、またレザークラフトをやっていきたいと思います。それで、いつもみたいにハウツーものじゃなくって、僕がちょっとイベント先日で出てたんですけども、それの在庫作りで、名刺入れを作ってまして、それのちょっと制作風景というかメイキングを動画に収めてるんで、よかったらそれを見て、またね、反応があったらハウトゥー、それをハウトゥーものにしたやつも動画撮ろうと思ってるんで、よかったらコメント等残してください。ではよろしくお願いいたします。
はい、そんなわけで、本日は名刺入れのメイキング動画でした。ですね、これ今ここにできたやつもあるんですけども、こちらの方ね、ハンドメイド販売サイトのミンネさん等でも買うことができるんで、まあよかったら一回チェックしてみてください。これは巻きなしのタイプなんですけども、ちょっとねここ膨らますことによって名刺が入る数がちょっと増えるんですよ。だからまあ15枚ぐらいは入るんで、まあちょっとそんなに名刺使わない人でスリムなタイプの名刺入れが欲しい人には向いてるんじゃないかなと思います。なのでよかったらチェックしてみてください。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございます。もしこの動画を見て、いいなと思った方はぜひぜひ、グッドボタンを押していただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。それとチャンネル登録の方も、たくさんお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。